どうも高円寺でございます。一ノ瀬保奈美のラスボス宣言についてと銘打ったんですが、坂柳との、問答、そして龍炎との問答と2つに分けて話していきたいと思います。まず坂柳との問答についてのシーンなんですが、坂柳がですね精神的に揺さぶりをかけられてます。綾小路に傾倒しすぎると手痛い疾病返しを食らうというようなことを、再度言い含めますね。それ他にも、コントロールされかかっているとか、救いのない深みにはまるのを見ていられないとか、言いますが、一ノ瀬には全く聞いていないというような状態です。でこれは前回坂柳に同じく揺さぶられた時に、しっかり動揺した一ノ瀬とは違うっていうようなところが、描写されてますね。でそれだけでなく坂柳の考えは透けて見えてると返します。でそして続いて、綾小路くんのことを特別視するあまり私が邪魔になったのではと、逆に鋭すぎる一撃をかましますね。でこれに一瞬停止する坂柳、憧れ以上の感情を向けているのは間違いないですから、図星だったということかなと思いますね。でしかしそれを言い当てられたのが、一ノ瀬とは、坂柳は考えたこともなかったでしょうね。言い当てられるとは考えられなかったとは思います。でそしてこの問答に綾小路が締めくくります。内側に向ける善は変わらず、外側に向ける善が悪へと変わる、逆襲を予感させるだけの力強さ、俺自身がそう思わされていると。恋という概念は理解が及ばない領域にあり、人の本性にも影響を与える可能性があると、締めていますね。でさらに坂柳の去り際のセリフ、私もお部屋にお邪魔しますと言ってて、一ノ瀬に対しての嫉妬心として受け取ると、これやっぱり、綾小路に対して好意を持っていることが示唆されているような気がしますね。この一連が悪としての一ノ瀬の成長が見られた問答でした。それでは龍炎との問答についてですね。龍炎は坂柳とは違う種類の精神的揺さぶりをかけてます。それは一ノ瀬のお人よしに、つけ込むような形ですね。自分が得をすればいい、軽井沢を消すのもいいだろうとか、2000万ポイントを使えばいいと。しかし、一貫して一ノ瀬は無関心を貫いてますね。でそれは一ノ瀬の言葉にも現れてて、考えて答えは導き出せばいい、それでも分からなければ行動することで解決することもあると、こう言ってて、龍炎はこれに対してどういう意味だと返してはいるんですが、つまりやり遂げるまで止まるつもりはない、そして邪魔があっても関係ないっていうようなことを、一ノ瀬が暗に言ってるのかなっていうところだと思いますね。そして、これたびたび描写されているのがこの問答の中で、強い雨と熱い雲、この辺りの描写が結構多くてですね、この会話の間に入ってるんですが、これが一ノ瀬の見えない不気味さっていうのを暗示してたりもするのかなとか思います。不可視としての、もう理解が及ばない部分の一ノ瀬の成長が見られたっていうところかなって思いますね。さて以上がですね、一ノ瀬の成長が、龍炎坂柳という、各クラスリーダーとの、問答で描写された部分でした。まずそしたらですね、次なんですが、龍炎との問答の中でとりわけ注目したい部分があります。これが一ノ瀬クラスが慌てているように、龍炎クラスへ見せかけることで騙したっていうところがあって、でこの部分がですね、今回悪としての一ノ瀬の、成長が見られたわけですが、その一ノ瀬の戦略をですね、即座に団結して、遂行できる一ノ瀬クラス、一ノ瀬の成長に、掛け合わせるような形で成長できる一ノ瀬クラスの、強さがちょっと見えつつあるのかなって思います。そして次、坂柳との問答の中で注目したいのがですね、綾小路のセリフなんですが、恋とは人の本性に影響すると、理解が及ばない領域、その理解が及ばない領域で恋の力で、成長して綾小路と対等な存在になると、で認めてもらうと宣言したのが、唯一の存在なのかなって一ノ瀬思います。
で、綾小路がこう理解が及ばない領域と言ってるところって、まあ正直この恋愛とか恋とかっていう部分だけですし、まあ、これは龍炎とかと、もうと同じくですが、綾小路にとっても一ノ瀬はこう不可視の存在になりつつあるというようなところなんですよね。まあ、この一ノ瀬の、恋とは、まあ、これは今すぐ付き合いたいとか、まあ、そういう気持ちとは違うわけですね。で、綾小路は一ノ瀬に言いました。最後の一つの結論を話すと、で解釈をするとも言ってましたね。で、まあ、最後に綾小路の前に立っているのが一ノ瀬であると、まあ、するならばですが、それは恋人としてとかではなくて、おそらくラスボスとしてなのかなと考えられますね。まあ、なぜならその時点で一ノ瀬と綾小路は対等な存在だと、なってる可能性が高いわけですし、綾小路は自分を倒してもらいたいと、まあ、そうすることでホワイトルームを天才を人為的に作れる、まあ、そういうようなことを否定してほしいと、ホワイトルームの否定をしてほしいと、まあ、願っているっていうところがありますから、その点で自分と対等の存在になると言った一ノ瀬を、ラスボスとして認識するっていうようなところはもしかするとあるのかもしれないと思いました。以上ですね、一ノ瀬の成長を踏まえました、ラスボス宣言について考察でした。長らくご視聴ありがとうございました。皆さんですね、まあ、妖術のラスボス的存在って、まあ、いくつか心当たりあると思うんですよ。まあ、各クラスリーダーもそうですし、まあ、例えば高円寺とか堀北とか、もしくはまあ小穂今は悪くなってってる軽井沢とか、まあ大穴ですけどね、まあそういったような心当たりありましたらですね、ぜひコメントをいただけたらと思います。それでは失礼いたします。